希章は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。越軍第一子出身で、後に、国民革命軍の有力指揮官として、日中戦争でも日本軍との交戦経験を有する。反章解析派としても知られ、党演達が組織した中国国民党を臨時、行動委員会に加入する。投資後は、第三党の指導者の一人となり、 後年には中華人民共和国にも参加している。字はみゆき。当初は、公衆有給市販付属中学まで進学したが、1912年から、軍人の道を目指すようになる。関東陸軍小学、湖北第三陸軍中学を経て、保定陸軍軍艦学校第六期方兵科に入学した。1919年に卒業し、 北京政府の部隊に配属され、砲兵隊隊長となる。しかし、菊省自身は、孫文の革命思想に傾倒しており、1922年に、北京政府の部隊を離れ、関東省に戻り、越軍第一市司令部広報弁事所参謀に、任せられた。同年6月に、陳敬明が反、孫空デタを起こすと、木は、第一市、第一弾副団長に配属され、 新討伐に従事している。1924年1月の中国国民党第1回全国代表大会後に国民党に加入している。その後も危機症は順調に昇進し、1925年7月、越軍第1子が国民革命軍第4軍に改組されると第12子第36団団長に昇進した。 翌年7月からの北伐でも、木は、北京政府側の孫殿法、御配布との戦いで軍港を挙げている。1927年、第四軍副軍長兼第十二市市長に昇進した。同年4月の上海空出たタ後も、蝶発刑、危機省は、王朝名率いる武漢国民政府に留まり、北伐を続行する。6月には、開封を攻略し、張は、 第二方面軍葬式、木は、第四軍軍長に昇進した。同年7月、第一次国境合作崩壊後も、長、木は王を支持して、厚生省南省に駐屯し、紹介席への反撃機会を伺ったが、8月には、配下であった幼鳥らが、南省企業を起こして離脱するなど苦境が続く。同年9月、関東に小政府主席となっていた。 リ・ワタルシンに迎えられ、バリハツ系、キキショウは、関東入りしたが、破討伐をめぐる、作戦場の祖語からリとチョウ、キの間に不穏な空気が流れた。そして同年11月、チョウ、キは、藩省解析クーデターを起こして、リを追放し、一時は、関東省の実権を握る。しかし、ショウやリの反撃は素早く、追い込まれた、チョウ、キはゲイヤした。翌年、 木は日本を経由して、ドイツに移り、ベルリン大学でドイツ語を学習している。ドイツ滞在中の危機少は、東園達洋鳥、総経礼と交流し、彼らの思想に影響を受けることになった。1929年5月、木は、総と共に、南京に戻り、孫文の南京への移り礼式典に参列した。その後上海に移り、 1930年8月、党による中国国民党臨時行動委員会決闘式に参加し、木も軍事委員会主任委員に任せられた。翌年11月、党が紹介石の命により処刑されると、木がその意志を継いで第三党の指導者の一人となり、引き続き反殖活動に従事している。1932年1月に第一次、 上海事変が勃発すると、危機省もまた、症光、最低率いる、第19素治軍の下に駆けつけ、前線に立つ。1933年9月、リワタルシン、チンメイクルル、サイが、復権事変を起こして、中華共和国を樹立すると、木もこれに参加した。中華共和国が翌年1月に崩壊すると、木は、香港に逃れ、さらに、 ドイツに再び赴く。同年11月、香港で第三党の第二回幹部会議が開催され、中華民族解放行動委員会へ組織名を改め、さらにドイツ滞在中の木が総書記に選出された。1936年12月、木は後日に従事する決心を固めて、香港に戻り、昇白、ひとし、 方卓民は第三党幹部と会談している。1937年1月、危機省は、鎮西の仲介で、紹介席に面会し、訓練総幹部法兵官に任ぜられた。8月、第二次上海事変では、第八集団軍副総司令権右翼軍、副総司令に任ぜられ、長発慶、長治中らと共に、日本軍へ反撃する。翌年1月、 武漢で、軍事委員会政治部が成立し、政治部長には陳、副部長には、木と、周恩来が任ぜられた。しかし8月に紀、木、周は共に辞任し、木は、軍訓部次長に転じている。1939年秋、木木賞は、第26集団軍総司令に任ぜられ、湖南省、省明に駐屯する。 1940年5月、ユオン博、長寺ただしらと湖北省方面で、日本軍を迎撃したが、前線へ出ようとしないユとは、連携を書き、さらに長が戦死するなど苦戦する。それでも機は、総要奪回などの軍港を挙げた。翌年、第六戦区副司令長官となり、さらに1942年には、中国遠征軍副司令長官に任ぜられて、 本命に赴任している。日中戦争後に、危機省は、衆院航路東団警備司令に任ぜられ、パイプライン警備を担当した。1946年、任務を完了して、重刑に帰還している。国境内戦への参加に行きは、消極的で、翌1947年6月、中ドイツ軍事代表団団長として、ドイツに赴いた。これは、 国際情勢分析の任務も兼ねていたものである。翌年10月、小解析の要請で、木は帰国し、第3次世界大戦勃発の可能性について、諮問されたが、木は、大戦勃発の可能性を否定した上で、内戦停止を進言したとされる。この会見で、小に、内戦停止の意思がないことを見た木は、国民政府を見限り、年末に、香港へ逃れた。 1949年8月、危機省は、北平に赴き、中国人民政治協商会議第一回全体会議、中華人民共和国建国式典に出席した。その後、中南軍政委員会委員権司法部長、国防委員会委員、第一期全国人民代表大会代表、政協全国委員会常務委員などを歴任した。第三党を改組した。 民主党派である中国の耕民主党でも副主席兼秘書長を務め、さらに中国民主同盟でも第二期中央委員となっている。1970年12月10日、北京市にて病没。表年73。ありがとうございます。